青列車の走行経路青列車は北フランスのカレーあるいはパリと南フランスのコートダジュール地方を結んでいた夜行列車である。元はカレー、地中海急行が正式名称だったが、1922年の新型車両導入時からトランブルーと呼ばれるようになり、1949年からは正式な名称となった。営業は 国際信頼社会社によって行われており、ヨーロッパを代表する豪華列車の一つだったが、1971年に同社が列車の営業から撤退してからは、フランス国鉄の列車となった。コートダジュールの地図パリからマルセイユを経由して、ニースに至る鉄道が全通したのは1872年のことである。ニースからはジェノバを経由して、ローマに至る鉄道に接続された。 ワゴンギ社は1876年10月15日からパリ・マントン間で寝台列車の営業を開始した。これは冬季のみの季節列車であり、列車の運行そのものはパリリオン、地中海鉄道によって行われていた。1880年にはマントンからローマまで延長されている。さらに1883年12月8日からはイギリスからの旅客を獲得するため起点を華麗に、 変更し、カレーパリニースローマ急行として運転された。1884年から1885年の冬には、カレーニース急行の名で、カレーマントン間で運転された。1886年11月にはなお、カレー地中海急行と改め、運転区間はカレーベンティミリア間となった。 この時から1890年代まで列車は11月から5月までの週に往復の季節列車だった。カレーからは北部鉄道の線路をパリ北方まで走り、グランドサンチュールを経由してパリリオン駅に至り、そこで向きを変えてマルセイユ経由にスベンティミリアに至っていた。ダイヤはイギリスからの船に接続してカレーを午後早くに発車し、 パリ発は遊国で翌日昼頃コートダジュールに到着するよう設定されており、ダイヤ改正のたに少しずつ所要時間が短縮された。1896年からはパリ体機を経由するようになり、体機リオン駅間はプティトサンチュール経由で移動した。19世紀末から20世紀初頭にかけては、カレーパリの他ベルリン、アムステルダム、ウィーン、サンクトペテルブルクなどからも陶器に、 コートダジュール行の寝台列車が運転された。しかし1914年の第一次世界大戦勃発により、これらの列車は同年冬以降はすべて運休となった。終戦後、1920年11月16日からパリマントン間で地中海急行として寝台列車の運転が再開され、翌1921年12月9日には、 カレーヴ・ベンティミリア間の列車が復活した。ただし戦前とはやや経路が異なり、パリ・北駅は経由せず直接、プティト・サンチュールに入り、リヨン駅に向かうように変更された。LX 型新台車の個室1922年12月から、ワゴンリ車は、同社初の構成新台車である S 型を、カレー、地中海急行に投入した。ワゴン利車は1913年から、 プルマン社の構成の新型客車をカレー、地中海急行に導入することを計画していたが、第一次世界大戦のため中止された。終戦後、戦争によって失った車両の補充を兼ねて構成客車を製造することになり、まず S 型新大車40両がイギリスのリーズ社で製造された。S 型は全長23.5メートル、重量は53トンで、 通路は片側にあり、寝台は枕木方向に配置されていた。車両中央部に二人用、個室四室、両端に一人用、個室8室を備え、定員は16名である。向かい合う二人用個室の間には共用の洗面室があり、両側の個室から扉を開けて利用できるようになっていた。この他客車の両端にトイレとデッキがあった。 それまでのワゴン利車の木製客車は茶色で塗装されていたが、S 型はこれ以降の同社の標準となる青字に交代で塗装されていた。その色から、カレー、地中海急行は青列車と呼ばれるようになり、後にはゴン利車自身も宣伝にこの名を用いるようになった。構成車両の導入により、乗り心地や安全性は大きく向上した。ただし食堂車と荷物車は木製であり、 またパリ・ベンティミリア間で増結される寝台車も1923年までは木製だった。1926年からは食堂車も構成車両に置き換えられた。またこの年にはカレー発とパリ発の列車が分離され、カレー発の列車はパリを経由せず、グランドサンチュールから直接南方向へ向かうようにされたが、翌年にはパリ経由に戻された。 1929年1月にはさらに新型の LX 型寝台車がカレー・地中海急行に投入された。LX 型はワゴン利車の歴史上最も豪華な車両であり、一人用個室のみ10室からなり、すべての個室に専用の洗面台が備えられていた。1930年代に入ると世界恐慌の影響により一等旅客の数は減少した。 またこの頃から航空機が新たな競争相手として登場した。一方で1936年にフランスで有給休暇制度が発足したことにより中流階級の間でバカンスの慣習が生まれた。このため1936年からカレー、地中階級行には二等車が連結されるようになった。また LX 型客車も一部、または全部の個室を二人用にした。 LX16 型や LX20 型に改造して定員を増加させられるなど青列車は次第にその性格を変えつつあった。1939年9月第二次世界大戦の勃発によりカレー地中海急行は運行を中止した。1946年10月7日にカレー地中海急行は運行を再開した。 この時の編成は一等、二等寝台車のほか一部区間は座席車も並結しており、また食堂車はパリビジョン館及びマルセイユニース館でのみ連結されていた。1948年5月のダイヤ改正で座席車はフランス国鉄のパリコートダジュール急行として分離され、加齢、地中海急行は戦前と同様の編成に戻った。年月からは それまで通称だった青列車が正式の名称とされ公式の書類や時刻表に記載されるようになった。1950年にはパリディジョン間の電化に伴い同区間が電気機関車牽引となった。以後電化区間の延伸に伴い次第に電気機関車の牽引区間が延長された。また1951年から青列車は カレーパリ機体期間で、急行列車フレッシュドールと並結されるようになった。1960年頃まで使用される寝台車は、LX 型のみだったが、これ以降は、P 型や UH 型も用いられるようになった。P 型は、ワゴン離車発のステンレス製客車であり、同車では、唯一無塗装だった。客室は、数と横室を、上下2段に重ねる形で、 計20室配置している1965年には最後まで残っていたマルセイユベンティミディア間での蒸気機関車がディーゼル機関車に置き換えられた。さらに1969年には同区間が交流電化され、これにより全区間が電気機関車牽引となった。1968年には LX 型客車の運用が完全に終了し、以後は P 型のほか MU 型や T2 型が用いられるようになった。MU 型は2人、または3人用個室を12室、T2 型は2人用個室を上下2段に計18室備えている。また1969年にはパリー北への直通列車と分離され、青列車はパリベンティミリア間の列車となった。なお、カレート地中海沿岸との間には独立した。 夜行列車が設定され、2009年6月1日のダイヤ改正で、カレーニース間のコライユルネアが廃止されるまで運行された。1971年、ワゴンギ車が新大社の営業を終了したことに伴い、同社の新大社はフランス国鉄に引き継がれ、青列車はフランス国鉄の通常の急行列車となった。1980年には TGV の営業開始に伴い、 パリから南東方面への長距離列車の体系が大きく整理された。パリコートダジュール急行などの夜行座席列車が大幅に減便され、代わって青列車に古来指型客車が連結されるようになった。ビュー型はコンパートメント式の座席車であるが、夜間には簡易寝台としても用いられる。LGV 地中海線の開業に先立ち、2000年5月のダイヤ改正で、 パリから南東方面への夜行列車は青列車を除きすべて廃止された。さらに2001年6月の改正では青列車のパリでの始発駅はリヨン駅からオステルリッツ駅に変更された。2007年12月9日には最後まで残っていた T2 型寝台車の営業が終了して古来誘客車のみとなり、また青列車の名称も用いられなくなった。これにより フランス国内の寝台列車は国際列車を除きすべて廃止された。フランス国鉄では寝台車廃止の代替としてコラ有客車のコンパートメントを定員に満たないグループでも占有できるサービスを同年10月から始めている。なお、トーマスクックヨーロッパ鉄道時刻表では当列車にまだ T2 型寝台車が連結されていた2000年代前半から LE トレーンブルーの列車愛称の市名への記載をやめ、当初はサービス入位、後コうイルナと記載していたが、2009年からコーイルナに変え、定冠詞を省いたトレーンブルーの記載が復活した。同時刻表は列車愛称を正自体、列車種別を車自体で記載しており、復活したトレーンブルーは車自体であることから、愛称でなく種別であると、 理解できる表記となっていたが、2012年1月に夜行の列車種別ルナがインターサイツに統合され、他の夜行列車の行為ルナの表記が削除されるとともに、当列車の表記は政治体のトレーンブルーとなった。その後、2017年12月10日のダイヤ改正でパリとニースを結ぶ夜行列車は廃止された。1924年にバレーリュースは 青列車と題した演目をパリのシャンゼリゼ劇場で上演した。イギリスの作家アガサ・クリスティは1928年に青列車を舞台にした推理小説青列車の秘密を発表した。フランスの作家ボワローナルス・ジャックは青列車が停車する13の街を舞台とした推理小説アンソロジー青列車は13回止まるを1966年に合作で発表した。 ルトランブルーパリのリヨン駅の駅舎内にはルトランブルーと名付けられたレストランがある。これは現在の駅舎が完成した翌年の1901年にリヨン駅食堂という名で開業したもので1963年に現在の名称に改名した。1970年には文化大臣アンドレ・マルローにより歴史的建造物に指定された。1990年の映画 ニキータに登場する。作中でニキータが誕生日に連れて行かれたレストランがルトランブルーである。ありがとうございます。